アルマダはニュージーランドで生産された競争馬香港ジョッキークラブに登録され、香港と日本で実績を残した。日本では2008年の安田記念出走前までは、アルマーダの表記も見られた。2009年の安田記念出走時には、当時中央競馬に在籍していた同盟馬との区別のため、勝馬投票権の単勝、副賞、応援馬権における表記が、 アルマだとされた。バレーは、香港表記とする。競争場デビュー戦は2005年11月5日に、シャティン競馬場で、ハンデ戦に、コーリー・ブラウンが起乗して、2着馬に2馬新半差をつけて、初勝利を挙げた。次の2006年1月31日のレースも制し、自走の4月のレース以降は、ダグラス・ホワイトが起乗し、1400メートルのレースを、 中心に4連勝し、当シーズンは6連勝で終えた。シーズン初戦の重賞競争初挑戦となった HSBC プレミアボールでアブソリュートチャンピオンに敗れて4着となり、デビュー戦以来の連勝は6でストップとなったが、続くインターナショナルマイルトライアルではザ・デュークを2着に抑えて重賞競争初勝利を挙げた。しかし、 自走の G1 競争初挑戦となった、香港マイルでは、ザ・デュークに敗れての2着だった。そして2007年の初戦となった、スチュワーズカップを制して、G1 競争初勝利を挙げた。続く、シェアマンズトロフィーでは、グッド・ババに敗れて2着となり、レース後は使い詰めのローテーションによる疲労が溜まった。ために、長期休養に入りシーズンを終えた。約1年ぶりとなる。 長期休養明け初戦は2008年3月のクイーンズシルバージュビリーカップとなったが、再びグッドババに敗れての発着だったが、休み明け2戦目のチェアマンズトロフィーを制して、重賞競争3勝目を挙げた。次のチャンピオンズマイルでは2番人気に支持されたが、またしてもグッドババに敗れての2着だった。レース後の5月28日には、 安田記念に出走するため同じく同レースに出走するグッドババとブリッシュラックらと共に初来日し安田記念に向けて競馬学校で調整された6月8日に行われた安田記念では勝ったウォッカには3馬新反差をつけられるものの2着に入り出走した香港馬の中では最先着を果たしている2008年2009年シーズン初戦の 国際スプリントトライアルでは5着に敗れたものの、香港マイルでは、安田記念の成績とライバルのグッドババがさらに、制裁を欠いていたため一番人気に押された。競争では道中は、グッドババより前で競馬をしていたが直線であっさり、かわされ、さらに追い込んだ、スピリットデルベント、スーパーホーネットにかわされ6着に敗れた。その後、3月のクイーンズシルバージュビリーカップでは、 エリックさん丸短期手との初コンビで挑んだが5着に、敗れた。続く4月5日のチェアマンズトロフィーでは4着、4月26日のチャンピオンズマイルでは9着、6月7日の安田記念では8着と結果を出せなかった。2009年、2010年シーズンは7戦するが、未勝利に終わり、その後現役を引退した。 競争成績は2008年12月14日現在。香港の地元グレード性競争については、国際競り名簿基準委員会における、国際格付けではないため HKGG と表記した。ありがとうございます。